小金雲科は、接触動物モンバサミカクアモンクモツナクモモクに、属する雲の一群である。雲類の中で最も大きい分類群の一つで、種類が多く、小金雲、鬼雲など、ごく身近な雲を数多く含むほか、多様な形や習性を持ったものがいる。丸雲を張る雲が所属する。体は、あまり高く盛り上がるものは少ないが、厚みがあり、ふわし、目は2列8眼で、 両端の目は中眼から大きく離れて頭部の両端による。オスはメスよりはるかに小さいのが普通である。腹部は前方が幅広いものが多く、三角形から野球のホームベースに近い形の後ろにやや尖った形のものが多い。また腹部前の両側に肩のような突起を持つものも多い。しかし、これとはかけ離れた形のものも多々ある。 ゴミグモ類は縦長の腹部に様々な突起を持つ。下方グモは腹部前方が前にせり出し、その中央の突起が突き出して天狗の顔に見える場合がある。お引きグモの腹部はその後端が細く伸びて先端に小さな突起がいくつかつく。この腹部は曲げることができる。トゲグモの腹部は表面が硬くきちん化しており、側面の前と後ろに行きたい。 後方に1体合計6本の刺しがある。この仲間は熱帯に多くの種があり、日本の種では低い刺しがあるだけであるが、東南アジアなどでは様々な形の刺しや派手な色彩を持つ種が多い。ゾ毛性の雲で垂直に丸毛を張るのが基本であるが、様々な形で変わった網を張るものが含まれる。小金雲はやや小型の丸毛で、常に網の中央に止まる。 鬼雲類は大きな丸毛を張り、雲は網の隅に隠れている。また、夜間だけ網を張るものも多い。土曜鬼雲や丸ゴミ雲は水平丸毛を張り、雲は網の上面に止まる。鳥の踏んだまし類は夜間に水平丸毛を張るが構成する糸が極端に少ない。築地雲類や坂口鳥の踏んだましはその変形として線形の網を張る。 ゴミグモやハツリグモは小型の丸毛を張り、その中央に隠れ家としてゴミや枯れ葉を吊るす。スズミグモは皿グモの張る皿茂のような前傾の網を張るが、よく見ると、茂面の糸は格子状に張られており、丸毛の変形と考えられる。さらに特殊なものとして遺跡グモ類はいわゆる投げ縄グモの習性を持つ。高二グモもどきは網を張らず、足を広げて、 通りすがりの昆虫を抱えるようにして捕らえる。カナエグモは小型の増毛性のクモを攻撃する。オスはメスより小型で、成虫になると網を張らずにメスの網を訪れる。メスの網を見つけると枠糸に止まって、それぞれの種に独特の方法で糸を引き、メスの機嫌を伺う。世界で百六十属二千六百種が知られる。日本では百二十種ほどが知られる。 ただし分類はかなり変遷がある。古くは、姫雲か、サグ雲かもこのト賀の下で赤の位置に置かれ、その後独立の位置になった。ネ金雲かの学名としてもアージョバッパディを用い時期が結構長く、ヤギ沼の図鑑の初期までは使われた。また、ジョロー雲ウグモ、ヨ用グモなどもこの戸賀に含めたこともある。現在では、同じように縁も、あるいはそれに類する網を作るジョログモか、 足長雲か、メ目雲かなどと縁が、近く、さらに皿雲かや、姫雲かなどを含む小金雲浄化が探検群であると推測されている。非常に数が多いので、ごく目立つもののみを挙げる。それ以外のものについては、以下の記事を参照されたい。庭鬼雲ちぶさとげ雲属ずらキャン先を引き雲、ヤギ沼 P91 から92。ありがとうございます。